なんかかかってねえぜ。誰でも入ってきてくれ。そして自己紹介を頼むぜ。人間なら名前を名乗ってくれ。ベアトリーチェだってんならスリーサイズを教えてくれ。俺はこう見えてもちょいと知られたおっぱいソムリエなんだぜ。ゲンジでございます、バトラ様。ふん、ゲンジさんか。悪いが、あんたのバストのサイズに興味はねえな。入ってくれよ。空いてるぜ。失礼いたします。俺に引導を渡しに来たのかい？そのようなことはございません。お邪魔なようでしたら失礼いたします。あ、おいおい、要件も伝えず失礼します。じゃあ帰って。気持ち悪いぜ。何の用だよ。最後くらい好きにさせてくれ。バトラ様は死せる最後のわずかな時間をそのようにタイナに過ごされることをお望みですか？今さら何ができるって。俺はいつだって死ぬ準備はできてるぜ。親方様と同じですが、本当にあなたは親方様の血を色濃く受け継がれている。あの豪傑な爺様が実はいつ死んでもいいと思ってたってのか。それは初耳だぜ。親方様の人生はいくつかの悲しい出来事の末、すべて食材のためのものとなり果てたのです。あんたは何を知っているんだ？ベアトリーチェ様の儀式も第八の晩までをすべて終えました。もうすべてをお話ししてもよいかと思います。なんだって。バトラ様、親方様の書斎へご案内申し上げます。親方様たちに直接お話を聞かれるのがよろしいでしょう。爺様たち、おい、それは一体どういう。さあこちらへ。ご案内申し上げます、バトラ様。バトラ様、これ理解できるものを見ました。脅すなよ。理解できねえもんなら今日嫌になるほど見てるぞ。見えるものを見えるがままに、聞こえるものを聞こえるがままに受け入れてください。なぜも何も何も必要ありません。バトラ様はただ真実を知ることになるでしょう。それをお認めになるか、お信じになるか、あるいは否定されるかも、すべてバトラ様にお任せいたします。鬼が出ようと魔女が出ようと覚悟はできてるぜ。本当にあなたは親方様の若き頃にそっくりだ。
マトラ様、どうかご勉学にお励みを。あなたは将来必ずや大きな志を持たれるでしょう。そしてその時、足りぬ学力に一生後悔されることがありませんよ。勉学に勤しめる機会がもらえるならぜひな。親方様、源氏です。バトラ様をお連れいたしました。さあバトラ様、どうぞお入りください。ああ入るぜ。なんこりゃ。バトラ様をお連れしました。バトラか。今思考が忙しい。しばし沈黙せよ。考えた。この一手をどう切り返すか。30年考えたぞ。楽しめ。30年を寝かせた我が一手を楽しめ。まことにこの一手は味わい深き熟成された一手。楽しい、楽しい。かなわぬ、かなわぬ。これは何だってだ。来たかバトラ。しばらく待って。金蔵のために沈黙。まだリザインは早いぞ金蔵。わらわならもう数手は切り返せる。源氏、バトラのために飲み物を振る舞え。この男によりふさわしき奴は何か。若き日より親方様が愛されたいつものあれ。それがよいぞ。振る舞ってやれ。よくぞ来たな。後ろ見はバトラ。まずは座れ。そなたはわらわの名を何度も呼んだな。それに免じ、わらわとの面会を許した。そしてお前はわらわに何を聞く、何を尋ねるのか。黄金鏡の扉はもうじき開かれる。魔女たちを迎え入れてのわらわの復活を祝う宴はもうじきだぞ。それまでの間
お前の問いにいくらでも答えてやろう。聞きてえことは山ほどある。この島で何が起こった、そしてどうしてこんな事件が起こった、密室についても聞きたい。礼拝堂はジェシカの部屋は、シオニッサ、夏代おばさんの部屋は、そして客間は、聞きたいことはまだまだある。魔女の正体は、本当にベアトリーチは魔女なのか、何が目的だ、俺たちに何をさせたい、俺をなぜここへ呼んだんだ、答えろ全てだ。やかましい、問えば答えは返るのか。そういうな金蔵、もろく儚い雲の巣も、ヘロデの王から守ってくれることもある。この世に無駄なものなどないように、無駄な質問もまたない。よいよい、全ての質問に答えようぞ。ただち条件が一つだけある。なんだ。全てを聞き、わらわの存在に納得できたなら、ひざまずき、わらわの靴にキスをせえ。お前を屈服させたくて、わらわはここへ呼びつけたのだから。わらわと金蔵は賭けをして、金蔵が次の手をひらめくのと、わらわがそなたを屈服させるのと、どちらが早いかだ。負ける気はせぬぞ。でけえ口を叩きやがって。ああいいぜ、俺を納得させてみろ。お前が間違いなく魔女さん、不思議で素敵な大魔法を使えるってことを納得させてみろよ。屈服したならキスでも何でもくれてやる。よくぞ言った。さてどの問いから答えようか。全て答えるぞ。さあまずは何からだ。Thank you.
どこなの？ベアトリーチェ、姿を見せなさい。ベアトリーチェ、だけでも1000万以上の価値があるはず。もうすぐだね。